ブルーノ・マーズこと、ピーター・ジン・ヘルナンデスは、アメリカのシンガーソングライターである。グラミー賞を11回受賞、ギネス世界記録を2つ獲得している、最も多くのグラミー賞を獲得したアーティストと、一晩で最も多くのグラミー賞を獲得したアーティストの一人。B.O.B. の、ナシン、オン・ユーや、トラ・ビー、マッコイの、ビリオネアへの参加のほか、2010年発売。 ジャストザウ e イユー y o r の曲で知られる。同年に、グレネードも発表し、年間シングル売上ランキング1位2位を独占した。2010年にデビューアルバムの、Do Waps and Fooligans を発売。MTV ヨーロピアミュージックアワード2011で、最優秀新人賞と最優秀、MTV プッシュ賞を受賞。2011年2014年度、グラミー賞受賞。ファッションブランド、 ビクトリア・シークレットのショーや NFL の第48回スーパーボールハーフタイムショーなどへのゲスト出演も行っているセルバレーラムの創設者父親はニューヨークシブルックリンク出身でプエルトリコ人と東欧系ユダヤ人のハーフであるドラマーのピーター・ヘルナンデス母親はフィリピン出身の歌手フラダンサー幼少の頃から両親やケイシー妹と共に ナイトクラブのステージで活動し、やがてエルビス・プレスリーやマイケル・ジャクソンのモノマネで人気を博するまでになった。そして1992年にはサラ・ジェシカ・パーカー主演映画、ハネムーン・イン・ベガスにも亀を出演した。しかし音楽への関心は成長するにつれ、プレスリーから次第にレゲエロック・ヒップホップと R&B を織り交ぜた音楽に変化していった。 プロレスラーのブルーノ・サン・マルチノに似ていたことから、2歳の時にブルーノとあだ名をつけられ、ブルーノ・マーズと改名するまで、ブルーノ・ヘルナンデスをステージネームにした。地元ハワイのプレジデントセオドア・ルーズベルト高校を卒業、モデルのジェシカ・キャバンとの交際関係が知られている。2011年からの付き合いで、やがて同性関係となり、2014年のグラミー賞受賞の際には、 受賞式典に共に姿を見せている。同年には、ビルボード調査、裕福なミュージシャンで12位。ライブでは、バックバンドとして、ザ・フーリガンズが同行し、ギター、ベース、ドラム、キーボード、コーンなどのほかコーラスやダンス等でも彼を支えている。2018年時点で1億8000万枚のシングルを売り上げている。ザップ、ロジャートラウトマン。 ジャミロクワイ、エルビス・プレスリー、マイケル・ジャクソン、ありがとうございます。